皆さんこんにちは、伊勢屋漬物店吉村です。本日は、僕でも誰にでもあると思うんですが、実際漬け終わった後少しぬか床の塩度が高くて漬物が塩辛くなったり、思った以上に漬ける期間が長引いてしまって少し忙しくて忘れてたとかいうことで、漬物が酸っぱくなった時の対処法について説明していきます。1週間ほど前に白菜を漬けて半分は食べたんですが、半分残しておきました。どういうふうにやるかやっていきたいと思います。かなり使ってます。まずは洗います。今からやっていくのは塩抜きという方法です。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、見てください。どんな容器でもいいので、茶碗でもボウルでも水を張っていただき、そこに一つまみぐらいですね、細かく言うと 1% ほどなんですが、塩を入れます。で、塩辛いのにまだ水に塩を入れるの？思われるかもしれませんが、こちらはもう予備塩といって、難しい理科とかの話で言うとこの浸透圧の関係とかもあるんですが、これが水だけだとどうしても漬物が水っぽくなったり旨味が抜けてしまうので、こういう予備塩という形で水に塩を少しだけ入れておきます。そこに漬かりすぎた白菜ですね、今回は入れていきます。こういう感じで水の中に入れてあげます。そうですね、これで10分から20分ぐらい塩抜きしていただければある程度塩辛さは抑えていると思います。それで10分経ってまだ塩辛ければもう10分もう10分同じ塩水で塩抜きを続けてください。では10分経ったので少し味見します。だいぶ塩度と酸味を抑えれたので、これぐらいでしたらもう食べていけるので食べていきます。まだ辛い方はそのまま続行してくださいね。このまま普通に刻んでいただいてもいいんですが、もう1週間以上漬け込んだりして塩辛くて塩抜きしてもちょっとマシになるぐらいでしたら、今度は刻むという方法を取ります。刻みます。刻むことで食感的に苦味とか酸味とか減りますよね。例えばお子様とかピーマン苦手って言うたら、すごく刻んで苦味を抑えたり食感を変えたりすると思うんですが、それと同じです。この白菜も同じように刻んじゃいます。刻みます。みじん切りですね。細かく。はい、細かくみじん切りにしました。ちょっと食べてみます。もうほぼ普通の白菜漬けになってます。この時点で塩抜きと刻んだことによって普通の白菜漬けの味に変わってます。いや、まだ塩辛くて酸っぱくて、これはもうどうしようもないんちゃうかなっていう時はもう他の食材と混ぜます。例えばタルタルソースなんかマヨネーズの中にいろんなも野菜刻んだもの入ってますよね。それをうまく利用してここにマヨネーズをかけて召し上がっていただくとか、ご飯にのせてですね、いや、これ結構美味しそうですね。美味しいかもしれへん。今度やってみます。あとはごまをかけて少し風味を変える、もしくはこの刻んだやつを少しご飯の上にのせて上からほうじ茶なんかをかけてお茶漬けにするのもいいかもしれません。ということで、もし漬け込みすぎたりで失敗してももったいないので、捨てずに今申し上げたような形でいろいろ試してみてください。よろしくお願いします。